どうもこんにちは、肉食牛舎の船さんです。ですね、前回も撮った動画なんですけど、その動画のね、最新情報といいますか、最新って言ったらあれですけど、伝えきれていなかったなっていうことをね、伝えたいんですけれども、こちらですね、肉の焼き方、お肉の焼き方、お肉のを、美味しく焼く方法を、お話ししようと思います。前回はですね、肉を焼くとき、スライスの場合ですね、スライスの場合は、鉄板が、冷たい状態から、焼いてくださいよというお話をさせていただいてですね、焼肉、ステーキなんかは、高温にして、お肉を焼いてください。これが、美味しいね、お肉の焼き方なんですけれども、要は、前回もお話しした通りですね、お肉の、高温、お肉を焼くときに高温の状態で、お肉に火を通してる時間を短くするということで、スライスは、薄いので火が通りやすい、すぐ火が通るので、高温の状態でお肉を置いてしまうとですね、一気に中まで火が通ってしまうので、高温の時間が長いんですね。温度が高い状態が長くなっちゃうんで、だから冷たい状態からスタートしてください。焼きしゃぶなんかで言いますと、本当にね、保温状態、ホットプレートでいう保温状態の、ね、温度で、やられると、美味しくいただけます。で、逆にですね、こっちの焼肉とかステーキとかね、厚みのあるお肉っていうのはあまり、温度が低いとですね、ずっと焼かないといけないんですね。そしたらね、水分どんどん飛んじゃいます。なので高温でさっと焼いてください。さっとで、スーッとね、肉のね、温度が上がっていきます。肉の温度が上がっていってですね、ずーっと長い時間置いてると硬くなっちゃったりね、パサパサの経験あると思うんですけど、あれはね、長いんですよ。とにかく時間が長すぎるんです、焼いてる時間が。なので、本当にね、その85度以上なんですけど、85度以上の時間をなるべく短くするというお話だったんですけれども、今日はですね、さらに付け加えてですね、こういったね、七輪なんかで言うとね、網で焼く、ね、焼肉のスタイルあるじゃないですか。あのですね、簡単なことなんですけど、お肉をこうやって並べるのがダメなんですね。ダメです。七輪なんかで言うとね、多くは、炭火で焼くことが多いんですけれども、こういったね、お肉、なぜこの、状態じゃダメなのかと言いますと、七輪をね、横から見るとですね、こんな感じになってますね。で、炭がダーッと入ってるんですね。炭が入ってまして、で、ここにお肉を置きます。そうすると油が落ちるんですね。油が落ちて火が上がります。メラ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 とね。ここに置いちゃうと、ここも油が落ちて火が上がりますよね。こうやって直火のポイントが強いとすぐ温度上がっちゃうんですよ。で、この火柱が固まったら当然温度どんどん上がります。ということで、お肉がすぐに焼けちゃうんですね。焼けすぎちゃうんですよ。ですから、
こういったね、網の状態、網の状態でしたら離してあげてください。火がぼっと出ても横のお肉まで一緒に焼いちゃわないポジションで焼いてあげてください。くれぐれもですね、もう敷き詰めて焼く方いらっしゃいますが、これ非常にダメです。非常にダメです。一枚たりとも上手に焼けないっていう状態になっちゃいますので、これはね、なるべく避けてください。でも本当にそのポジションを、離してあげてね、焼く。そしたらね、油が落ちて直火になった時も、そこまでね、すごく急激に温度が上がるということが、比較的抑えられますので。あとはですね、ホットプレートでね、焼肉される時ですね、これもね、こうやってお肉焼いちゃうとダメですね。じゃあこれ七輪じゃなくてホットプレートだから直火とか関係ないじゃんってなるじゃないですか。違うんですよ。火がどうのこうのでっていう話じゃなくて、焼肉をね、美味しく焼く、美味しく食べる方法ですから、これね、お肉をこうやって置くと油が出るんですよね。油が出ます。で、この近所にお肉を置くとまた油出ますよね。で、油出ますよね。じゃあね、ここ一体ね、油のプールになっちゃうんですよ。そしたらね、お肉に油がね、すごくコーティングされるんですね。だから食べた時、うってなるんですよ。よく経験ないですが、ギトギトになるとかね、もう口に入れただけでギトギトになるのは、こういったことが原因です。なのでホットプレートで焼く際も油が出ることを想定して、このような感覚で焼いてください。このような感覚で、で、食べたら、キッチンペーパーとかでさっと拭いてあげれば、全然綺麗なね、お肉、常にね、楽しめますので、このね、油がね、巻くっていうことがね、相当ね、味を落としてしまいますので、やっぱり、ね、適度な油、それが美味しい、コツなので。ということでね、今日はね、前回の補足といいますかね、追加のね、情報をお伝えしました。これからね、焼肉などをされる方はですね、こういったこと、十分注意して、やっていただくと、さらに美味しい焼肉楽しめると思います。ということで、本日はこの辺で、終わらせていただきます。チャンネル登録の方よろしくお願いします。